今日は、4月6日ですね。で、今日午前中これから水道屋さんがボイラーを持ってきて、家の風呂が使えるようになるような気がします。はい。で、そして、やることは地面を鳴らしていきますね。まあ、大体これがすごい高いん で水道屋さんの車が動き次第、家の周り全部やります。はい、じゃあちょっとまだ土がここ高いんで、じゃあこれをこの冷気でなんとか鳴らして、こっち側できれば車のこの際寄せて、とりあえずまだあっち水道屋さんの車あるんで寄せるだけ寄せます。はい、ですね、この動画を撮ってる最中に、まあこの間はこの動画の前の動画の時に直してたんですよ。まあ水道管は直してなくて、結局その破裂した水道管をジャンプさせてバイパスを通してシャワーだけ使えるようにしてくれればもういいよって、それだけ話してやりました。で、まあその分電気給湯器を買ってそれを今試します。いや、でもね、これ結構しんどいっすね。まあここはなんでしょう、これを買った、この家買ったばっかりの時は柿の木とかいろんな、なんだろう、木ですね、ツツジかな、山ツツジとかいろんな木がありましたね。まあ前の持ち主の奥さんだかな、その人が家庭菜園とか好きで、いっぱいで木植えたんですよ、この家の敷地に。だからそれを全部ぶった切ってぶった切ってぶった切って、引っこ抜いて引っこ抜いて引っこ抜いて、やりましたけどね、やっぱりその家庭菜園をやってた影響で土がすごい高いんですよ。で、この土を全部鳴らして低くしないと、何でしょう、画面右側に通風口2箇所あって、その通風口よりも地面が高いんですね。なんで屋根から落ちてきた雨水が通風口から床下に入って、そんで床下の根田を支えている塚の塚石を沈めるという悪循環によってまた床落ちるんで、実はこの作業ものすごい重要になります。まあ、これだけすごい家買っちゃったんだなって感じっすね。はい、掘るとね、意外とまだ切り株を取った後のなんか細かい根っこがいっぱいあってめんどくさいね。あとこの庭石が邪魔くさい。はい。なので、まあちょっと駐車場のとこのね、あとはセリアと金鉱ドリルはもう注文したから、それが来るまでは、駐車場のコンクリートにぶっかえたやつとか、あとはその枯れ草をちょっと集めようかと思います。はい。でね、ちょっとカメラ回すの忘れて、まあ、今こんな感じになりました。まあ、試しに枯れ草を、ね、爪のある冷気でやってはみたけども、まあ、取れないね。もっと根が意外とまだ根がね、張ってるんよ。だから取れないから、まあこれも放置でいいかなと思います。まあこれ水道屋さんの外したボイラーなんだけど、あと灯油も漏れてました、なんか知んないけど。だから結構危なかったね。だから今月これでまあ50万出費だな、50万か、50万出たけど、まあ、命の保険の50万だな。全く全く。で、あと車も壊れかけてるから、さあどうするかっていう話。で、あとはこれ作業スペースをどうやって作ろうかなって感じだよね。で、ところどころこういうね、邪魔な石があるわけよ。こういう石がね、作業を邪魔するわけよ。で、あとはセリアが来ないと
ちょっと進まないんで、まあ、あとはその作業をどうするかだよね。まあ水道屋さんがまだいるからできないけど、まあ一番あそこに石集めてるから、ここがね、この木材を置いてあるところが一番最後に作業するところなんで、やろう、一番最後に何もどうこうするだから、ここでやろうかなと思います、メインの作業を。だからまあここを、まあ、切って切って切りまくって、まああんな感じにしちゃって、あれだね、まあ、あとは石も砕いて砕いて砕きまくるんだけど、あとは砕いて砕いて砕いた時に土をもうちょい平らにすっぽだな。はい、で昨日はまあちょっとほらスペースがなくてやることがないんで、できることがないんで、まあ一番重要なところに来ました。まあここのぞ、あ、雨降ってきちゃった。多分ここなんだよな。ここの溝から下のコンクリートの基礎と地面というのは、何だろう、これモルタルの基礎かな。モルタルなんてことはないと思うけど、これ多分結構大ごとで、あ、相当だね。多分ここから全部水入ってきちゃうんだ。っていうことは、あ、ある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 。おい、マジか。ということなので、そういうことか。じゃあ一応全部。ちょっと今言葉絶句だけど、まあ。ここをヘリを全部セメントで埋めなきゃダメだね。ということが今判明しました。はい。ということなので、どうしようかな。本当にどうしようかな。なのでちょっと道具オーバー作らないとだな。ちょっとまあここら辺をきれいにガシガシちょっとやってみますか。
ですね、コンクリで補強することがどうやら急務であるということが残念ながら分かりました。はい、まあ一応ね、穴はまんべんなく開いてるわマジどうしたらいいんだこれ。まあ、多分あのこのセメントのさ、基礎のこういう直角のところあるじゃん、あれの直角のところをこうやってモルタルでもセメントでもいいから埋め直すようにして、それとある程度高さも出して、やっていかないとダメだから、ちょっときっついな、きっついなマジで。とりあえず向こうまでずっとやんなくちゃいけないから、であとこうやってさ穴があるんよ。でもこれ納屋だからないんだけど、いやでもここね、どうしようかね。これまあグラインダーが来て全部グラインダーでバーッときれいにして、そうだね、まあ、話はそれからですよ。話はまあそれからっすよ。うん、てなわけで雨が降ってきたから一旦中止。あとなんかもう疲れたから自分を手入れするわ。今日午後車屋行かなくちゃいけないし、また見積もりが行くし、休もう。風呂のお湯が出たらちょっと休むわ。はい、4月6日こんな感じです。はい、どうだったでしょうか。今回は、ナレーションがなかったです。あの動画を順番に貼り付けて早回しをしているだけなので、まあ、ナレーションはあったか、なんかもう忘れてるね、酒飲んで酔っ払いながらやってるからまあとにかくこんな感じで、ストックモリプレイス頑張ってます。まあいいか、うん、頑張ってるよい、バイバイ。